秦軍は1894年9月15日の平壌の戦いに敗れると、朝鮮の地から撤退し、自国領内に向かった。日本軍は勝利の勢いに乗って秦国領内へと進んでいった。日本の第一軍司令官山形有朋大将は9月12日に神泉に上陸し、平壌に向かった。平壌に向かう途中の9月15日、日本軍が平壌の攻略に成功したという報が入ると、山形大将はすぐに秦軍を追撃するよう、第5師団長野住千楽中将に命令をした。これを受けて、野住千楽中将は先遣隊として混成第10旅団を編成し、9月23日に平壌を出発させた。混成第10旅団は26日に安州に到着。ところが、秦軍が退却する途中、略奪の限りを尽くしたために、混成第10旅団は糧食の調達に困難をきたすことになり、行軍が遅れ始める。この苦境を知った山形大将は、海軍に対して糧末輸送の協力を求めるとともに、大本営にも急ぎ糧末輸送手段を確保してほしい、と打電した。さらに、糧末運搬に軍隊を当てるという非常手段まで取ったが、それでも予定通りに進軍できなかった。一方、新塗り交渉は、平壌の危機を知ると、急遽、平壌救援のための援軍を決定した。援軍を命じられた劉星球は、明治軍を率いて、大連湾から大東港に上陸し、進軍を始めた。その途中、平壌の戦いだけでなく、黄海海戦でも、秦軍が大敗を喫したという情報が入ってくるが、明治軍は、そのまま進軍を続け、グレン城に到着した。さらに前進を続けようとするが、鴨緑江を渡るための架橋ができず、そのままグレン城に駐屯することになった。こうした中、平壌の戦いで敗れた秦の将兵たちが、続々と義州まで逃れてきた。逃げ落ちる途中、秦の敗残兵は、沿道の民家に入り込んでは、略奪、放火、暴行を繰り返しながら、義州に入った。義州まで逃れた四市長、常志生や、明治軍の劉星球は、敗残兵で混乱している義州で、日本軍を迎え撃つのは困難と、李鴻章に打電。李鴻章は、これを受けて、敗残兵を、義州から呉連城まで撤退させて、ここで日本軍を迎え撃つことを命令した。さらに、李鴻章は、旅順港にいた総計に対して、国境防衛のために、至急、呉連城に入るように指示。9月29日、総計は、記事軍を率いて旅順港を出発し、10月11日、呉連城に到着した。また、宝天にいた黒竜江将軍の育丹賀も、李鴻章からの命令を受けて、10月6日、宝天を出発し、10月13日頃に呉連城に入った。そして、秦軍は、呉連城を中心として、石川から安東県に至る防御線を整えていった。上流の安平河口と東洋河口には、育丹賀率いる5500人が布陣し、下流に、秦の提督、宗恵の率いる1万8000人が、呉連城を中心に、大小50ほどの堅固な陣地を構築。さらに、呉連城の北側、川沿いに位置する古山は、前線陣地として防備を固めた。10月15日、第一軍司令部は、ようやく安州に到着した。ここで、大本営からの電報が届く。内容は、大山巌大将を司令官とした第二軍は、旅順半島の占領を任務とする。第一軍は、第二軍の作戦を援助するため、全面の敵を牽制すべし、ということだった。第一軍司令部は、この命令に則って行動を開始。秦軍が、堅固な防衛線を築いた呉連城一帯の攻略に向かった。はじめ、
日本軍は安東県付近から鴨緑江を渡り、グレン城の秦軍の退路を断つ予定だったが、偵察の結果、安東県付近は川幅が広く、付近一帯は沼地が多いと判明したため、義州付近から鴨緑江を渡河することにした。まず、第一軍の先遣隊であった辰巳直文少将率いる混成第十旅団が、兵糧運搬に苦しみながら、10月17日に義州を占領。10月24日、続いて、第一軍の第三師団と第五師団が、義州に集結した。この時、秦軍は、鴨緑江防衛のため、義州と鴨緑江を挟んだ呉連城に防御拠点を構築し、約2万3000人、砲81門を集結させていた。さらに平壌から逃げてきた1万人が加わり、総勢は3万3000人ほどになっていた。一方、日本の兵力は、歩兵1万3000人、砲78門だった。義州に入った山形大将は、鴨緑江渡河作戦の実施を加令。まず、佐藤忠大佐の佐藤下代、グレン城の秦軍を牽制するために、安平河口の水溝地より渡河させてから、主力の第三師団を渡河させて、五山付近の秦軍を攻撃させる計画を立てた。佐藤主隊は、24日午前11時10分頃から渡河を開始。秦軍からの若干の抵抗があったものの、安平河口左岸の高地にあった砲台の占領に成功した。続いて、第三師団が、軍橋の完成を待って、渡河を開始。それに先立ち、まず、砲兵隊が、五山山頂の秦軍砲台めがけて、砲撃を始めた。そして、五山を守備していた秦軍に向けて、突撃をした。五山に日本軍が攻め寄せてくるとは思ってもいなかった秦軍は、これも若干抵抗しただけで、すぐに退却した。25日午前8時、第三師団は、五山の占領に成功。秦軍は柚子港方面へ敗走し、日本軍は、すぐに追撃に移った。しかし、午前8時20分頃、常志清率いる秦軍約4000人が、立志園方面から、また、劉星球率いる約3000が、呉連城から出て、五山に迫り、柚子港陣地からも、約6000の歩兵が、五山の日本軍に向かってきた。また、呉連城北方三条の秦軍の砲台からも、五山の第三師団に向けて砲撃を始めていた。秦軍は数において優勢であり、地理においても日本軍を見下ろす有利な位置にあったため、第三師団は、たちまち危機に陥った。第三師団長、桂太郎中将は、この危機を、山形有友大将に報告し、増援を要請。これに応じて、歩兵第十二連隊が西北に前進し、突撃すると、秦軍はもろくも崩れ去り、退却した。秦軍の大部分は愛河を渡り、一部は立志園北方に逃げていった。他に、日本軍は、柚子港東南高地、愛河右岸の高地、石港の高地などを次々と占領し、呉連城から石港に至るまでの愛河両岸は、すべて日本軍が占領した。佐藤主隊が渡河を開始してから、わずか1日と2時間後の、25日午後1時のことだった。退却した多くの秦軍は、呉連城と愛河上流に逃れていった。山形大将は、秦軍の多くが呉連城に入ったことを知ると、翌26日に呉連城に向けての総攻撃を命令。ところが、第三師団と第五師団が前進しても、秦軍から攻撃を受けることは全くなかった。この時、呉連城には、すでに、秦軍の姿はなかった。25日夜のうちに、秦軍の総司令官、宗慶は鳳凰城に逃走し、これを見た他の秦の兵士も、後を追うように逃げ去っていたのである。秦軍は、
全軍の統制が全く取れず、大混乱に陥っていた。こうして、午前9時、第5師団は、呉城を無血占領し、山形大将と野津中将が入った。第3師団は、安東県まで進出し、ここも無血で占領した。この呉城の戦いの参加兵力は、日本軍約1万3000人に対し、清軍は約3万3000人だった。清軍は、はるかに優勢な兵力を有し、かつ、呉城付近に地の利を生かした堅固な陣地を構築したが、嘉平の日本軍の攻撃によって、ほとんど一瞬で崩壊してしまったのである。完全に勝利した第一軍は、朝鮮半島から清軍を撃退する、という当初の目的を達成した。しかし、山形大将は、呉城の占領だけでは満足せず、敗走する清軍を追って、鳳凰城を攻撃することを決意。鳳凰城占領を機として、10月29日、第5師団に前進命令を出した。また、山形大将は、第2軍や海軍との連絡を確実にし、海上からの補給路を確保するため、第3師団には、大湖山方面の占領を命令した。これには、第2軍の行動を支援する目的もあった。第5師団の先遣隊である混成第10旅団は前進し、10月28日、呉城と鳳凰城の中間地点にある東山城を占領した。すぐに、辰巳直文少将は、騎兵第1中隊を、鳳凰城に接近させた。すると、城には、すでに火の手が上がっていて、宗慶らの進軍は退却を始めていたのである。これを見て、29日午後2時50分、騎兵第1中隊は城内に突入。逃げ遅れた進軍を駆逐し、鳳凰城を占領した。混成第10旅団の主力も、31日、鳳凰城に入った。安東県に入った第3師団は、10月26日、大東港の攻略に向かった。歩兵第6連隊を主力とする大迫直俊少将の大迫支隊は、27日早朝に出発し、500名の清軍を撃破して大東港を占領。清軍は、大東港の西方55キロの大湖山まで退却した。その後、大迫少将は、第1軍司令部から、鳳凰城攻略の参加を命じられて、30日、一旦安東県に戻った。ところが、司令部の予想に反して、鳳凰城があまりにも簡単に占領できたので、第1軍司令官山形大将は、大迫少将にすぐに引き返して、大湖山付近を占領するように命じた。これを受けて、31日午後5時、大迫少将は、再び大東港に入った。11月3日、大迫支隊は大東港を出発。日本軍が大湖山に向けて進軍すると、清軍はさらに中岩州方面へ退却した。5日午前、戦闘もないままに大湖山の占領に成功した。ここで、第1軍司令官山形大将は、冬季氷結前に現状の占領地で満足するのは消極的であるとして、大本営に次のような提案をした。1、第1軍は、第2軍と合流して、山海関付近に軍勢を進める。2、旅順半島まで進出して、第2軍と合流し、月標しない海岸で投影する。3、直ちに宝典を攻略する。という惨案を示した。ここで、軍の行動を停止し、冬季の守備体制に入ろうとするのは、清軍に兵力を増強させる時間的余裕を与え、日本軍に不利な状況になると考えたからであった。しかし、大本営は、将来の大作戦のために第一軍を温存させ、今の時期に積極的に清軍と交戦することを好まなかった。そのため、大本営は、
第一軍司令部に対して現状維持を命令し、いずれの案も採用しなかった。山形大将はこの大本営の決定に不満を持ったが、ひとまず受け入れることにした。しかし秦軍が海上外兵方面に兵力を増強しつつあることを知ると、この秦軍を撃滅するための行動計画を作成した。これに驚いた大本営が行動の中止を求める電報を第一軍司令部に送るが、山形大将はこれを無視。海上外兵方面の秦軍の撃滅に動き出した。まず第5師団を呉連城鳳凰城一帯に留め、第3師団を進めて海上の攻略に向かわせた。海上外兵は多くの秦軍が集結している都市で、ここを攻略しなければ将来の北京近郊での一大決戦に支障をきたすという判断だった。山形大将は大本営が指示する作戦計画を超えて、北京攻略のための東北地方の制圧という作戦に向かっていったのである。